どれに行こうかな、天の神様の言うとおり。ここから鉄砲撃ってバンバンバンとかあったよな、そういえば小学校の頃。まあどうでもいいんですけど、今回行くのは凶暴の宴ってやつでございます。さあ旦那、ググッといっぱいやってくださいにゃ。なんかいいのありやす、慶応術と噛むとこじゃねえだ、噛むってか詰まったね。慶応術とかあって欲しかったけどな、なんもねえか。すり抜け術とか、俺今何食ったっけ。さあ適当な実況になり始めております。で、今回行くのは凶暴の宴です。イビル城2頭の、これトライ G だと同時でしたけど、サードだと1頭ずつです。1頭倒して、1頭またすぐに出てくるってやつですね。で最初いるのが、最小ぐらいのサイズで、すごいね、あれ今のうっかりダジャレです。最初いんのが最初でとか、俺の意思じゃねえわっつう話なんで、クエストを開始します。丸。さあ遠く見える会場の入り口にまた旅で吹っ飛んでいけば一瞬でバーン。はてな。あのさ、モンスターのはてなってなんぞや。気づきました。あら、お前いたんですかみたいな感じでね、気づくんですよね、モンスターって。で、怒り中でスタン取りたいから、いい子じゃないの。これね、間に合ってください。お願いします。えい、サンキュー。慶応術あったらな、もっと早くスタン、あ、ちょっと待って待って。今のはなしだよ。何ずらしてんだよ、俺のことを。ねえ、ちょっと、お前それ最強か、マジで。身勝手の極意並みに最強じゃねえかよ。この前ね、ドラゴンボールスーパーでね、悟空の新しい姿、身勝手の悟空超かっこよかったんですけど、身勝手の悟空並みに最強で、あんなことされるとビビるじゃんね、ハンターをずらす。身勝手の悟空っぽくはないけれど、荒ひるみ、荒ひるみ来たらね、ねちょおい、今のはかっこいいね。ノーモーション噛みつきとか、お前テオテスカドルでもやってこねえよ、あんなこと。ブレス、ブレス来たらここに縦1とホームランぶち込んでおく。ここね、ちなみに会心率出てくれると確実にね、ひるみなんですけれど、そう、スタンプ1回でひるんだりする。ちょっとここ様子見、あー、うまく立ち回りたいな。ここは回転して中に入り込んで、こっちょっわわ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 、今のなしっすよね、絶対ね。これ座れるろ、無理か、足が邪魔するね。そっか、ヒカリになってしまったか。まあね、なんかね、いろいろとね、こいつ最強要素ありましたけど。さ、スタンツどれぐらい溜まってたっけ。ああ、3取ってたか。まあいいや、疲労状態だしね、どうせ。で、しびれと、眠り持ってきてますけど、それはね、2投目の大きいやつにね、使いたいです。こいつはもうとりあえずボコる、うん、ボコりたい、ボコすかしって感じで。いいね、こっからのために当てておいて、うわ、すぐひるみか。すぐひるみってやめてほしいですよね。首ひるみ、それ何ひるみなんだよ。ちょっと待って、いきなりそれやんのやめろ。ノーモーションってモンスター最強ですよね。ノーモーションってほんと強い。ムカつくけど、めっちゃね、ムカつか。特にテオテスカとかでーつってー、あてて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 、とかってね、言ってね、ノーモーションで突進してこられるとね、ほんとイライラ感マックスになりますから。そう、でも警戒しながらね、立ち回るけれど、当たるときは当たるっていう。これね、できればね、縦一問当てたいんですよね。うまいタイミングでやっていかないとダメですね。さあ、お次行こう。縦1でスタンしたりする？縦1。ああ、当たらない。うまいこと当たんないんだよね。でもほんと一瞬ですよね。お手て可愛いでちゅね。おーりや。お手て可愛いでちゅねって言ったら、赤ちゃん用語。あの赤ちゃんの頃ね、なんか、弟がね、丸ボロだっけ？丸ボロってタバコじゃね？あれ、なんかそんな感じのタバコあった気がするな。丸いさ、スナックのお菓子。あの甘い、ちょっと溶けるような感じの食感のやつ。説明になってないと思うけど。こっち来る？来ないか。疲労もそろそろ終わりじゃないかな。一応スタン取ったし。で、ちょっと待って、
うわ、またそれか。あー、えぐれてくるよね。分かってましたよ。分かってましたい。さあ、噛みつき飛びかかりからの、もう切れるよね、お前。方向回避したら縦さんをぶち込んでおく。待ってくださいよ。待ってください。待ってくださかったが噛んだ。待ってくださいとやってほしかった。ここはスタンプを置いておいて、ダメか、あれな、じっとしててくれないとスタンプ座れないか。いて、入ってくださいよ。どうにかね、めくれない、めくれないってじゃなくて入ってほしかったんだけれど、ダメか。回復しとくか。死んじゃうのやだしね。さあ4分、そろそろ倒しておきたいぞ。1投目ぐらい、2、3できたら止まったところにスタンプ貼らす、割れる。そう、会心率がね出てくれるとホームランでもスタンプでもねひるんでくれるんですよね。縦さんをぶち込んで多く、会心率がな、もうちょっと仕事してほしいんだよな。一応ね、弱点特攻つけてるから弱点部位に当てた時の会心率 70% のはずなんですけれどもね。まあでもそこら辺って運だよね。噛みつきか、噛みつき、噛みつき3できたら、え、手前に出ておいて、すでにスタンプ置いておきたかったな。なんかアイテム踏んでるんだけど、あれ。アイテム踏まれました。飛躍がぶち踏まれましたがね。てか、どこに何が、何のアイテムが眠ってんのか俺把握してないんだけど。ちょっと待って、アングルおかしいわ、今の。PS3 になってから、コントローラーくるくる回るから難しいんだよな。1、2、3。あ、今のはな、イビル出れてくれたからよかったんですけれど。すごい、ヒットストップのおかげでやっぱ縦さん振る人間に合わないな。あ、ここも出れてくれた。もう一投。そう、あんな感じでね、すぐ出てくるんですよね。で、そう、ちょっとね、準備期間もあるんで、ちょっと最初先行やっておいて、で、どうしような、眠りでもやるか。で、あの、なんだろう、最大金冠ってわけじゃないんですけれど、そう、大きいです、すごく。最初のがね、ちっちゃいから。ちなみにあの俺イビル城タイムアタックしたりするときは必ずちっちゃいの引きますね。大きいのは絶対にやんない。あ、これめり込みすぎた、大丈夫か。いやー、ちっせー肉、あん中にね凝縮されてんでしょ。このぐらいの大型モンスターを眠らせることのできるものがね、なんだろう、着色料とか保存料とかもうそんなレベルじゃないよね。もう薬品を限界濃度に詰め込んでる感じだよね。なんかかわいそうな感じがするけれど、モンスターの健康被害にね、とてつもない悪影響があると思うんだけど。まあね、着色料保存料とかね、すごく健康に悪いですけど、大体使ってるもんうまいんですよね。そう、特にあの山崎のコッペパンとか、あれあれうまいんだよな。特にオグラ&マーガリンとあのピーナッツバターが俺は大好きですね。まあ、ピーナッツバターはあのね、あのどこのうちにもあるんじゃないかなと思うんですけど、そのピーナッツバター自体。そう、ただね、オグランドマーガリンってああいうものでしか食べる機会がないですよね。そう、うちの中にね、オグラのジャムがありますとかってね話俺聞いたことない。せーの、ほら。そうで、あれでね68円なんですよね、俺が買ういつものスーパー。めっちゃ安い。そう、コスパも最強だよな。たまにね、マクドナルドとかコスパの一等賞とかってねやりますけれど、いや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 、もう早めに避ける。コスパの一等賞はもう山崎のコッペパンでしょっていうね。お前食べなくね、全然。ちなみにあのイビル城はあの死体食べるから、そう、やばいやつですよね。死体食べるでガブラスみたいですね。あ、ちょっと回避回避。あれ、なんか普通にこいつ全然食べないんだけど、お肉。着色料の話してんのバレたかな。実は俺はものすごく健康志向なんですよみたいな。1、2、3。これな、大きいと無理か、回避無理か。イビル城のね方向回避が俺一番苦手です。ほんとね、なんだろう、 0.2 秒の回避ギリギリじゃないと回避できなさそう。四股踏みしてほしいな。え、当たる今の。なんかたまにありますよね、イビル城のこのお肉全然食べない事件。これしゃがんでも回避できるかな。まあいいや、もう一個置いといて。しびれ罠とか
いつちょっと、しびれ花じゃなくてしびれ生肉とかっていつ使って、ああ、ちょっと食べてくれるかと思ってた。全然食べませんねー。これ来たらね、あ、間違えた。せー、うわ、怖かった。ちょっと俺すごい曖昧なことしてた。ホームランを顔面にやろうと思ってたんですけど、あ、そういや今切れてると思って、胸にスタンプしなきゃと思って、そう。危なかった。おー、いいね、ちょうどヒーカリ、ヒーカリ来てくれたら、また旅っておいて、起き上がりの頭にホームランをぶち込んでおく、よいしょーって感じで、で、ここは、わっ、なんで前転回避、なんかたまにね、そう、ちょっとコントローラー難しい、横回避したかったんですけれど、せーの、うん、ギリギリ、お腹吸われた。四股踏みしない？ブレスか、ブレスだったら回り込んでおいて、これもね、めり込みすぎると、なんだろう、変なとこ当たるから、そう、気をつけないといけないんですよね。そう、ちょっと離れておいたところからやって、ほらっていう、ほら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 、そう、今のでも当たんないんですよね。難しい。な。でも、こいつの体力も、まあまあ、そろそろ厳しくなってきたんじゃないかな。しびれ生肉使わなくていいかな。なんか、疲労状態も美味しいですもんね、なんだかんだ。でもな、もう疲労しないだろうな。ここは横一打でホームランで腹にぶち込んでおる。スタンチどれぐらい溜まってたっけ、覚えてないな。2スタン取ったっけ俺。取ってないかも。よっしゃ、スタン狙っていこう。ここは距離離しておいて、当たるけ、ギリギリ当たりますね。楽しいな、よいしょ。ここね、離れておかないとまたずらされるよね。すっごいずらされっぷりだったもんな、最初。ちなみにこのクエスト、なんだろう、驚異的なことに、イビル城の尻尾切ると剥ぎ取り回数がね、なんと10回なんですけれど。それ無理じゃねっていう、合計でそう。イビル城ってそもそも本体4回剥ぎ取り、ああ知った。そう、そもそも4回足の剥ぎ取りからの、そう、尻尾2回だから。尻尾2回ってすごいですよね。浮かまるバスと同じですよ。これホームラン間に合わないか。強引に振っていく。さあ、何でも来やがれ。回避力にだけは自信があるぜ。とかってね、言ってるとぶっ殺されたりするんですよね、俺。スタンモナー狙っていきたいんですけれど、怖っ、ここ。ちょっと待って待って。またたびからの、飲む。サンキュー。いいね、壁にブレスでもやっとけ。さあ、ここ振り向きの頭狙いでいくか。払った。さあ、下っております。頭当たりますね。振り返り、これ壁でずれてくる。うーわー、全然いい子じゃねえ。これこっち向いてくださいよ。やだこいつ、大嫌い。ほーら、あー、噛みつきね。噛みつき来たら回っておいて、よいしょ。終わりかい。2スタン取りたかったなーとか言ってね、あんま覚えてないんだよね俺、2スタン取ったっけ。動画見直して2スタン取ってんのに、よっしゃー2スタン取りに行くぜとかって言ってたらね、超バカな感じなんですけど。はい、ということで、凶暴の宴でした。うーん、5針行きたかったな。てかすごい口開けてんなこれ。顎関節普通に外れてるでしょ。そういえばトライ G の頃、イビル城のね、顔面破壊して、あ、まだシルバーが行く時代だったんですけど、破壊したね、部位を見たらね、このなんだろう、サードだとこの破壊した、なんだろう、牙じゃないけど、このゴツゴツしてんのが砕けてる感じじゃないですか。そう、トライ G ね、これ穴が開いてたんですよね。そう、あれ見た瞬間すごくなんか厳しくてかわいそすぎて、そう、うわーとかってね、俺がね、言ってる動画あったんですけれど、覚えてる方いるかな。シルバーがね、行く時代から俺の動画見てくださってる方はね、覚えてると思います、今の話。ああ、あ、眠いね。春先眠いっつうか、今この時期が眠い気がするぜ。そうで、このクエストクリアすると、この黒い竜川チケットってのがもらえるんですけど、これ何が作れたっけ。ブラックレザーパンツだったっけな。不屈か、火事場
が出るやつかのどっちかですね。まあ別にどっちもいらねえかなって感じですね。ただね、イビルジョ2頭のクエスト楽しいですよね。2頭ともちっちゃかったらな、すごく楽しいんだけど。でもね、なんかサードってね、トライジーみたいになんか同時クエスト多くないから、あんまりね、そう。だからね、そういったところも合わさってすごく好きなんですよね。はーい。ということで、次回は広告竜アルバトリオンいきます。これで4進かな？ウカもやったし、アカもやったし、アマンツやったんで、お次アルバですね。やってきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。このおっさん、俺いつから話しかけてないんだろう。また溜め込んでんのかな。 引き出しのね、アイコンってね、こう、モンハンクリア、全クリしちゃうとね、あんま出ないから、そう、寂しいから、俺こういうのね、わざと話しかけてないんですよね。ははははということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。